アサヒビールが10年ぶりにビールを値上げします。最大手の値上げは他のビール会社や飲食店でのビールの価格にも影響しそうです。アサヒビールは業務用に出荷している樽と瓶ビールの卸売価格を来年3月から上げると発表しました。瓶ビールの店頭価格はおよそ 10% 上がると見られています。主力の缶ビールについては価格を据え置きます。6月に改定された酒税法では原価割れするような過度な安売りが禁止されましたが、物流コストの上昇で一部商品が原価割れしているため値上げを決めたということです。ビール市場は若者のビール離れなどで縮小傾向で、瓶ビールの出荷量は10年前に比べ 40% も減少しています。